ちょっと撮らさせてもらいます。すみません、お願いします。グラブ手の引きがしやすいってことですか、日本の、はい、操作がで体に、僕の体に収まってる、僕の場合特に縦振りやのにグローブが横から使ってるから、ハマるときはハマるけど、ハマらんときはハマらんってバランスも悪いので、これ使ってみたらでもう全部まとまってる。なるほど、そんな気にしたことあった？グローブでは気にしてもらった。もっと早く知っとけばよかったと思ってさっきお話出たストレート、変化球をいかにストレート化するっていうことなんですけど、はい、ちょっとズバリ教えてほしいんです。まっすぐに近いようなボールを投げたいです。まっすぐに近いと、それ機動的に。そうですね、はい、投げた瞬間に変化球ってバレるようではもう今のプロ野球では厳しいとだと思います。だと思いますか、はい、じゃあそういった意味でちょっとどういった意識をしてるんですか、ストレート化する上で変化球を。もう極力握りだけ変えてもうまっすぐ投げる、カーブの握りしてもまっすぐでこう、もう全くひねらない、全くひねらない、ひねらない、はい、ひねらないことで投げた瞬間をストレートと偽装できるってことですね、はい。さっき言ったのはカーブひねるとストレートに影響が出るって聞いたんですけど、はい、その後に投げるストレートの感覚が変わってしまうと、こうひねっちゃうと、ストレートに対して悪影響が出てきちゃう、次のボールに対しての、はい、感覚が良くなくなると。はいはいはい、ストレートのホップ成分、シュート成分っていうのがあったんですけど、はい、ちょっとその話をもう一回詳しく、シュート成分40、ストレート成分30って言ったのは、あ、平均ぐらい、NPB の NPB で平均が、あ、でもはっきりしたことは分かんないですけど、その平均から逸脱できるようなボールを投げると抑える確率が上がっている、うん。一般的にストレートはシュート成分が30から40、ホップ成分もおそらく30から40ぐらいが、阪神にいた時に教えてもらったのは平均はだいたいそれくらい、うん、でいかにそれから外していくか、逸脱していくか。ブルペンに入るまでのルーティンみたいなことを言ってたんですけど、はい、でも福永選手多分中継ぎがメインですよね。急に電話鳴ることあるんで、もう急に作るって感じなんですけど、まあ、状況、試合の状況とか打順の巡り見て、あ、だいたいこのぐらいかなって思ったら、はいはいはい、ちょっと準備するというか、うちの先発ピッチャーのタイプ特徴だったり、前半でどれだけ自分のバッテリーがインコース攻めたりとかを見ながら自分も配球考えたり、あ、先発がどう攻めてるかを見て、はい、自分もそれに合わせて作り直すと、はい、あとバッター、相手バッターと相手チームがどういう風なバッティングを仕掛けていってるのか。はいはいはい、相手は何球ぐらいで作るんですか？僕は10球ぐらいでいきます。10球ぐらいで、はい、でもインディゴ時代は先発メインですね、はい、先発メインでこうリリーフになって、はい、先発とかゆっくり作る時間あるじゃないですか、はい、でもリリーフになると10球で作らないかんっていう、はい、そういう切り替えってのはどうやってやってきました？それとも作れるもんなんですか？いや、最初はやっぱりもうあのボールも投げたい、このボールも投げたい、コースも、うん、きっちりきっちりこう全部投げてから行きたいって思ってたんですけど、はいはいはい、そんなことしてても球数増えるだけなんで、うん、どっかで割り切った自分がいて、はいはい、だから 10球の中でベストボール探してマウンドの5球で合わせる。あ、じゃあそのベストボール軸にやっていくと、はい、ブルペンでベストボール見つけたら、はい、その日の登板はそれメインでいくって感じなんですかね。そうですね、はい、どうピッチング、まあ、投げる方もどう？そうですね、まあ、今日キャッチボールさっき福永さんが来て一緒にやらせてもらったんで、いい刺激になったっす。すげえボールだった。はい、福永さん、どこがこう刺激だったの？いや、もうその考えてるところとか、うん、そのいろいろそう自分の中で考えての投球だったりやってたんで。すごかったね、変化球全部ストレートに投げてたね。そうですね、握りだけ変えてストレートに投げるっていう。そうです、
ちょっとそういう考え方なかったんで。自分もなかったんですよ。それいいですね。面白かった、ね。はい、ヒント。